ASR-33 外観 ASR-33 の外カバーを外した内部機構とその配置 ASR-33 は1960から70年代にコンピュータ用端末装置として広く使われたテレタイプ社のテレタイプ端末で当時のテレタイプ端末の代表的な機種である。テレタイプはテレタイプ社の商標だが 同社の端末が極めてポピュラーになったため、この種の端末をテレタイプ端末あるいはティ端末と呼ぶことが多い。モデル33型端末は ASCII コードを2 0 m a アカレントループ、インターフェースにより 110bps で送受信できた。インジはロール紙にタイプライター方式で印刷する。オペレーティングシステム側のサポートがあれば適当な。 エスケープシーケンスを用いて紙テープに切り替えることができるため、紙テープを外部記録装置のようにして、プログラムのロードセーブができた。日本では1967年に S-100 系鍵盤サンアナ自動送受信機として AS、ASR-33 と、ほとんど同等品が、株式会社振興製作所によって製造されている。正式には m 十三と呼ばれる。 この端末機には次のようなバリエーションがあった。ありがとうございます。